俺今日、はい、この前対戦動画撮ったんですよ、はい、エモデレハイあったじゃん、はい、エモデレハイの対戦動画撮って、はい、その時に使ったデッキが、プテラデッキ、プテラ、そう、はい、次のさポケカのダウン、うん、分かる、情報見た、ミラクルツイン、あ、そうそう、ミラクルツイン、うん、はい、ミラクルツイン知ってる、知ってます、なんか次のパックでプテラ GX っていうのが来ましたね、そう、あ、そう、見た見た、見ました、見ました、めちゃくちゃ強い、めっちゃ強いでしかもなんかさ、化石のさスタジアム、うんうん、見た、見ましたよ、あの山札からベンチパーン出せ、そう、はいはい、なんか山札から化石の1進化ポケモンを、はい、なんか、あー、なんか見ましたね、それ種のやついなくても出ちゃう、そう、あの、本当は化石ポケモンって進化、謎の化石っていうカードの上から進化させなきゃ出せないんだけど、はい、そのスタジアムカードがあると、あの山札から直接ベンチに出すことがあったんですよ、でさ、化石ポケモンってやっぱ男のロマンじゃないですか、確かに、そう、で、あの、俺ね、昔、はい、プテラ一回加速されてるんですよ、はい、あ、分かる、あのね、プテラとメガプテラっていうメガ進化出た当初ぐらいの時に、はいはい、加速化されてるんですよ、はい、僕持ってきたんですけど、はい、あのプテラとメガプテラ、はい、で、このプテラとメガプテラ出た時って確かね、あの初めてこいつらソウルリンクもらった格闘ポケモン、これこれこれプテラソウルリンク、はい、あの当時、はい、まだソウルリンクってものが存在してなかったか、一部のポケモンにしか配られてなくて、このプテラとメガプテラって格闘ポケモンで初めてだったかな、初めてソウルリンクもらったんですよ、一番最初、はい、で、ちょっと面白そうでしょ、グッズですもんね、そう格闘でソウルリンクが初めてもらえて、はい、しかも格闘ってさそうそうそう、コルニーコルニーコルニーで、いつもの、そう、いつものプテラがいる状態で、はい、コルニーでソウルリンクとメガプテラ持ってくれば、はい、いきなりめちゃくちゃ綺麗ですね、そう、できるじゃん、はい、これができるのが、うん、当時いなかったんですよ、はい、あのこれコルニー、ルカリオとメガルカリオと同じ段で出てるはずなんだけど、うん、はい、その時はルカリオもメガルカリオもソウルリンクもらってなかった、うん、だからこれしか本当にできなかった、じゃあ組むやんって、メガプテラとかプテラがスタンダードだった頃に一回組んでたんだけど、あんま強くないあんま強くないで、なんかずっとね、なんかいつか組みたいな、いつか組みたいなって思ってたんですけ ど, どう今回エモデデハイでね、はい、僕このプテラデッキを使って活躍させました、はい、お借りて紹介したいと思います、イエイ、はい、ありがとうございます。確かにデッキのなんか仕組みとかそういうの見れる機会ってあまりないですから、そうなの、作り方とかも、そう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 、ということでね、一歩くんと、はい、ポケカ詳しいミスト君で、あああああ、そう、一緒にね、考えていきたいと思います、イエイ。まず一番使いたいカードはプテラ、メガプテラですね、はい、まあ、じゃあもしよかったらプテラ、はい、あ、そうですよね、これなんか全然ばらまくっていう、そう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 、あることはめちゃくちゃ強いですよ、はい、110で、トウ1、ムムで、お互いのベンチポケモン全員もそれぞれ10ダメです、はい、で、これ、何が強いと思う、はい、俺、やっぱりさ、デッキ組むとしたら、あの、はい、何かの介護感って嫌なの、うん、プテラ、メガプテラの強みを存分に使いたかったんだけど、うん、これ、何が強いと思う、これ、ダブル無色が使える、あ、そう、ダブル無色使える、うん、なんか全体ばらまくると、いいことあったやつありますね、結構。例えば電動レギュレーションだとそのコルニとかの力もあって、やっぱ格闘ポケモン多いんだよ、気合のタスキ、格闘ポケモンに全ては銃対応とかが多くなってくるので、うん、気合のタスキを潰すことはできますね、全員に銃、はい、ただこれ自分も食らうから、あ、そうなんだ、お互いの幅が、ね、お互いのメンチポケモン、昔からずっとこいつは構築悩んでたんですよ、スタンドのところから、はいはい、で、今回こんなカードが最近出ました、はい、あ、そう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 、こいつこいつ、そうそうそう、ちょっと見るよ、おこいつビリビリトラップがムムで打ってるじゃん、はい、ダブル無色エネルギー、そうですね、でよく見ていただくと自分の場のダメ感が乗ってる、そこの数が出てくる、なんで最初はプテラでダメージをばらまきつつ、ジェイの助けを潰しつつ出てきたやつらは、まあ10じゃん、で自分のベンチポケモンにもダメ感を乗せていくっていうのを考えてみました、はい、
まあ、面白い。そう、これ最近出て、これのおかげで俺このデッキを本格的に組もうってなりました。ただワンパンが多いじゃないですか、電動レジでしょ。そうですね。なんかみんな、なんか行ったので、ババ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 、ドドドドド、シュ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 って、ダーンって。そう、メインアタックをシュシュシュって育てて、ボン、みたいな。あれあれ。めちゃくちゃ面白い。あれあれ。しかもさ、このプテラはさ、せっかく格闘だから、はい、本当は気合いのタスキ、はい、つけたいんだけど、なんかまあ、ソルリングつける都合で、そうですね。そう、タスキ負けないんだよね。でもワンパンはされちゃうじゃないですか。このぐらいの210って。まあ、正直お世辞にも。そう、昔だったらよかったけど、今、ね、210ってあんまり。ということで、僕が採用したかったのは、相手にワンパンされないようにするためのギミック。はい、何がポケモンの道具はつけれない。そう、道具つけれなくてワンパンを防ぎたい。それでもされるときはされるんだけど、僕が今回用意したのはこちらです。破れかぶれのギラティナ。こいつをベンチに出すことで、相手と自分は手札を4枚にすることができます。そうですね、そう、あの実質手札を減らすことで、うん、次のターンの行動を防ごうと、はい、4枚にしてしまおうと。マーシャドウと一緒の効果。そう、マーシャドウと一緒の効果、うん、じゃあなんでマーシャドウじゃないの。はい、そうですね、マーシャドウの効果、レベルボールの。そう、マーシャドウ HP 低いからレベルボールに対応してるんですよ、うん、ただあのマーシャドウと決定的な違いがあってですね、はい、こいつポケパワー、お、特性じゃない。そう、特性じゃないのでブルーの探索。なるほど。頭いい、めちゃくちゃ頭いい。で、そのブルーの探索4積みのコルニ3積みで必要パーツを即座に持ってきつつ、自分はね、そう、必要パーツを集めつつベンチにギガティを出して相手の手札をごちゃごちゃする。で、自分はパーツ持ってくる。それめちゃくちゃ頭いい。面白そうでしょ。でだ、まあ、それだけじゃなくてやっぱりコルニが入ってるので、お、なんで笑ったの。大好き。何言ってみんな大好き。粘土レ。粘土レ。めちゃくちゃ盛り上げてくれる。めっちゃ好きだもん。いや、そう、あのコルニがいるから、もちろん格闘ポケモンということでこいつらも入れてるんですけど、あの粘土レが簡単に立つ。そうですね。あのコルニで一枚初手にね、コルニがあれば、コルニでヤジロンと例えばバトルサーチ、こことここ持ってくるじゃないですか。そうですね。でヤジロン出すじゃないですか。でこれコルニトラップしに行くじゃないですか、うん、次の段バトルサーチャーでもう一回コルニ持ってこれるので、うん、コルニで粘土とグッズ、適当なグッズ持ってきて、でこのターンサポートもコルニ使ってんだけど、はい、粘土の効果で手札を山札に戻して引く。なんならここでなんかボール持ってきてギラティナ出しちゃえば、そう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 、相手の手札で減らしてこっちは粘土にする、はい、その通りです。頭いい。そう、相手の手札だけギラティナで4枚にしてギュッてやって、自分は4枚になった後にもう一回粘土で引くからいっぱいあるってやります。あ、楽しそう。そうで、やりながら、そう、ギラティナがベンチにいっぱい並ぶじゃないですか、はい、で、ギラティナにダメカムがロックドリルダイブでジュ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 って乗ります、うん、このデッキ、はい、ギラティナで相手を妨害することを毎ターンしたいと思ってる、はい、そうですね。なのでアセロラです。あ、まあ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 、アセロラもダメカム乗ってるから。そう、ダメカム乗ってるから全部回収できるから、ダメカムこれでベンチにね、いっぱいだ出せないってなってもアセロラで粘土でもう一回引く。で、やることが楽しい。そう、これでね、なんかエモネデハイ結構勝率がいいので、ぜひサポート側のいろいろ選択肢ありそうで。あ、そうそうそう、なんか迷いますね、これはどのターンに何を使っているの本当に。で、はい、ブルーの探索と、まあ、コルニー入ってるんで、うん、まあ、4-3とかで入ってるんで、あのグッズが手札に揃いやすいじゃないですか。そうですね。なので、時のパズルも入れてます。おーそう、2枚揃いやすいんですね。片割れ持ってるときにコルニでもう片方持ってきてもすぐ使える。ダブルブルーで一気に揃えます。そう、ブルーで一気に揃えることもできます。あ、そうも。し、1枚持ってるときに、うん、とりあえず持っとくか、粘土ールって言ってシュシュシュってやって、シュシュシュって言って上から引いたら、あ、揃った、ウェイみたいなこともできます。ダブル無色エネルギー、このロックのビルダイブがダブル無色エネルギー対応しているので、あのダブル無色エネルギー1個ペッて貼るでしょ。うん、はい、こいつメガ進化だからメガターボとかいう、あ、エルパス、そうそうそう、トラッシュの格闘エネルギーをトラッシュがつけれるから、うん、これもグッズでいきなり動けるし、うん、1枚ペッて貼ってペッてつけることができます。純粋に強そうですよ。だからね、しかもさ、あんまり見る限りだと、そう、優勝者に負けた時はどうやって負けたかって言ったら、はい、毎ターンプテラ殺されて事故らせても事故らせても、はい、やられてしまったと。トラッシュのたまたまお手札に戻して、たまたま捨てた分だけ攻撃力が上がって使ったんだけど、はい、
俺がどんだけ手札を4枚にしてもトラッシュからたまたま戻ってきて、そのたまたま捨てるから安定して貫禄出されてるのが負けちゃった。昔のね、なんかあの時使えなかったというか、あの時ちょっと弱かった、お世辞にも強くなかったみたいなカードがね、今のカードと合わせたら結構戦えると思う。まあそんなマッキョみたいなカードでできるかするこれね、前からマジで考えてたの。なんか相性のいいアタッカー、うん、こいつメガ進化だからさ、そのやられちゃっ、そんなにこの進化前とかがやられちゃったら太刀打ちできないじゃん、うん、なんか肘 X でいいのないかなと思ったらこれで出たから、マンギョといい、アセロラといい、うん、なんかダメージ食らう方がメリットになるっていうのは、うん、まあ、ね、ほんとだよね、それはいいですよねということでね、そう入っているのがプテラが3、うん、プテラじゃねえわ、はい、メガプテラが3で、プテラが3、プテラこっちにしようか、みんな大好きネンドールが2、かわいいめっちゃネンドール好きだよね、超好き、かわいいかどうかで言われたらで、ヤジマンですね、はい、で、ポケモンの後、マギョ、はい、で、まあしょうがないからソウルリンク3、うん、で、なんかエネルギーがね、もう完全にダブル無色エネルギーを持ってるだから春前提で、うん、基本投エネルギーはもうメガターボでつけるってことで、基本投エネルギーが 3、ダブルが4、はい、あ、もう一個いたわ、ごめん、はい、ギラティナが3、あんだけ活躍するの、あんだけ活躍する話したのに、そうそう、ギラティナ連動だったらとりあえず1枚入れとけば使えるでしょう、 A、まあ、そうですね、そうですね、最強で、なんか使いたい時にグズマとフラダリを使い分けるようで1-1ですね。で、あとは持ってくるためのブルー1枚とかなんだけど、その敵はギラティナを連打するのに命が減るんで、ちょっと多めにそうですね、あれ環境に存在していいのかみたいなそこらでアセロラでブンブンブンしかもハンデスするしです、ね、で、トラッシュのサポート使い回せるバトルさ、じゃあ、まあ、言わずもがない、言わずもがない4ですね。あとは、第2のバトルサーチャーということで、はい、まあ、時のパズルの4、ね、うん、これ第2のバトルサーチャーで言ってはいるけど、ダブル無色エネルギー回収したりとか、でもソウルリンクやられた時のソウルリンクの回収したりとかって結構使いますね。何でも回収できちゃう、そう、これ2枚揃ったら何でも回収できるので便利だな本当に。あとはエネ加速用でメガタンク、はい、これサイド落ち怖いから2入ってるんですけど、す、ね、基本的には1枚しか使わないです。で、まあ、知ってるけどハイパーボール、まあですね、うん、で、1枚だけネストボール、はい、初手に、絶対にプテラとヤジロンは立てたいので、うん、絶対にこことここは、うん、もっと言ったらプテラ2とかヤジロン2とか立てたいので、コルニで格闘ポケモンとグッズでネストボール持ってきて、うん、無理やり立てたりするためにネストボール1です、はい、で、ゴージャスボールです、ね、これはもうギラティナを持ってこれるカードです、うん、手札に持ってきて手札からベンチに出した時に効果発生です、うん、あとは進化内の粘土とか、うん、でギラティナって言ってるんでミステリートレジャー、トレジャーまで入るんだ俺ね、事故めちゃくちゃ嫌いだから、ここら辺分厚くサチ系入れたがりです。なんならアッパーソンとしてもマジでまあ安定、事故本当に嫌いだから、これはね、これ穴抜けの紐めちゃくちゃ好きなんだ相手のポケモン切り替えたぜ、まあ、このデッキならサーチもできるし、本当に本当に好きな時に使って持ってこれるし、一回使っちゃえばその時のパズルで、ね、回収できるんで使い分けができる、ちょっと一日です、ずらふらがりとそのあるそうこれめちゃくちゃ強いバトルコンプレス、これね、もうエネルギーが少ないから、メガターボでしたい時にできない時があるんですよ、から1枚だけエネルギーを落としたりとか、サポートこのグズマとかフラダリを1枚ピョロピョロって落としておくとバトルサーチャーで拾いやすくなるのっていうので、まあ、ブルー1枚で完結しちゃうから、うんうん、っていうので、まあ、バトルコンプレッサー1と、これあとねちょっと面白い、はい、格闘道場、格闘ポケモンがついてるとそのポケモンのパワーがプラス10される、はい、でサイドが負けてるときはプラス40なんですね、うん、メガプテラ110じゃないですか、うん、通パンするじゃないですか、はい、220なんですよ、うん、いや10飛ぶんですけど相手のポケモンにも、はい、使いするぜひ、これ使ってみてはおかしいけど対戦してみてください、そうですね、はい、という感じです。今日早速ポケカやってみる、今日はバイスシマですのですねバイスシマもうバイスシマって持ってるんで最悪じゃんバイスは常に持っ
される機会ですね。滅びろ。